ゴールデンエンジェルクマこれゴールデンエンジェルクマ、これだよね。ゴールデンエンジェルクマ、エンジェルクマタワーありがとうございます。ありがとう、すごい新しいのだ。これなんかまた何ポイント貯めたらみたいなやつあるんだ。なんだこれ、今回はこれで、ごちそうに海鮮グルメ、イクラ、カニ、マグロ、イクラ20万ポイント、30万だ、和牛50万だ、黄金に輝く超高級、超高級国内産マンゴー、マンゴー、マンゴーあんま食べたことないんだよな、ちょっとしか分かんない、すごっ、また始まってたんだ、知らなかった。いくらかにマグロが食べられる、いや多分どれかじゃない、選ぶ感じだと思う、もし達成しても多分あんま分かんないけど多分、全部ではなさそう。エンジェルクマとは、風とみとさん、エンジェルクマタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。エンジェルクマタワーありがとう、ありがとうございます。海鮮かお肉かマンゴーか、多分ね、あのこれね、全部達成したら全部もらえる、そう2個達成したら2個でみたいな、こう全部達成しても1個だけとかじゃないと思う、書いてるよね。上位のゴールを達成した場合1回の得点も獲得となります、うん書いてる。ゴールデンハート集めてます。ちょっとかな。テロップ書こうかな。ゴールデンハート。ゴールデンハート。ハート集め。ハート。ハートでいいか。ちょっと長い。そうだ。パンダ来るやつじゃないこれ、来ないよね、うん、パンダ来るやつじゃない、なんかゴールデンだるま祭り、何これ、一緒に開催されるみたいな、何これ、ゴールデンウィークキャンペーン期間限定でゴールデンだるま祭りを開催、さらにギフトのポイント数に応じてメンバーと視聴者ともにゴールデンゴールドティッシュボックスをプレゼント、
何これ、ゴールデンダルマをギフティングされたメンバーとメンバーのルームでゴールデンダルマを、ゴールデンダルマギフトをギフティングしたファンの方には、ショールーム第1回ゴールデンダルマ祭り、AKB48 グループ記念メダルをプレゼント。ファンにギフティング1位のメンバーは、AKB48グループ初代ゴールデンダルマ、賞を渡して、メンバーのサムネは期間限定でゴールデンダルマとコラボしたルーム画像に変更。あ、すごい。これね、1位の特典、メンバーのルーム画像の期間限定でゴールデンダルマとコラボしたルーム画像に変更、ショールームトップバナーに期間限定で掲載、ショールームアプリにログインした際に表示されるポップアップ枠に AKB48 グループ初代ゴールデンダルマ情報として表示、ゴールデンダルマギフトで引き続き期間限定で実装、ゴールデンダルマ情報女王バッターの配布決定。そう、いろいろあるんだ。AKB グループメンバー全体でゴールデンダルマギフトをギフティングされた上位3名のメンバーによる特典プレゼント。どういうこと、ティッシュ、んえ、よくわかんない、メンバー、あ、これ書いてた、メンバー向け特典1位が決定とくる初代ゴールデンダルマ、ゴールデンダルマ上決定と高級焼肉お食事券プラス金の延べ棒ティッシュ30本めっちゃある。で2位がお食事券と金の延べ棒ティッシュ20で、3位がお食事券とティッシュ10。すごいな。こんなのある知らなかった。今日から24、今日からか、5月の日まで、これでいいか。金の延べ棒ティッシュ。すごい、めっちゃ豪華じゃない、2つのさやつ同時進行。え、ハートと何だるまって言えばいいのかな、ちょっと待って、もう一回見よう、ちゃんとゴールデンだるまもだからハートとだるまもあるのか、これなんか2個やってる、だるま、はい。ちょっと濡れてきたか、前髪って言ってた、前髪ちょっと濡れてきた、切ろっかな、そろそろ、ちょっとだけ真ん中、これここはねちょっと切りたい、サイドがさちょっと長くなるようにしたいから、ちょっとだけ切ろうかな。ちょっと抜群すぎるから、ちょっとだけ切ろうかな、横がちょっと長くなるように、ちょうどいい長さだけど、ちょっとだけ切ろうか。明日切ろう。お前には絶対にせない、絶対やりたくない。やだ、横長な前髪、どういうこと、横長な前髪って、
自分できるよ。自分できる方が楽じゃん。1センチ切る、1センチ切りすぎじゃない？そんな。焼肉好きだよ。好き。あれが怖くてけ。確かに男の人だったら無理かも。女の子だったら嫌いじゃん。前髪。お前はね、したくないんだよな。やりたいって思わないからずっとやんない。お前ルーが来たところで多分私やんないよ。したくないもんだって。流行ってようがやんないかも。やんないと思う。髪の毛伸びるの早くなる？わかんない、どうなんだろうね。でも確かに睡眠は大事そう。睡眠時間わかんないけど。わかんないけど、あんま お風呂上がり今入ってきた。さっき小ゆみん言えないわ。言いづらいわそれ。ごじってる。小ゆみん言いづら。そちらが言いづら。何グッズ？グッズ何も買ってないよ最近。で出てなくない？出てるかな最近。行ってないんだよね、サンリオショップにも。行きたい。投票したよ、今日。モップかにも、こういうにも。コギミュンで合ってる。コギミュン。スマホのなんか出てた。スマホのなんか、何スマホのなんかってグッズ、何スマホのなんか、なんだそれ。キャラクター大使のグッズが出てるのは知ってる。それが分かんないかも。最近出たやつ。でもこういうやつ全部持ってるわけじゃないからな。グッズ持ってるのもあるけど多いから、その全部は無理。
あ、そう、私会、いつっけ、26日錦糸町のタワーレコードだっけ、合ってる、ちょっと待って見たんだけど、ちょっとちゃんと覚えてない。あります。何時からだっけな、13時から13時45分だっけ、合ってるっけ時間。オカリナちゃんとみずみんと3人です。来れる方はぜひ来てください。錦糸町、錦糸町だった。ココちゃん一緒じゃないよ時間帯、私オカリナちゃんとみずみんと、場所が一緒ってことはちょっと分かんない、他のメンバーのやつ見てないから分かんない、自分のやつしか見てないか分かんない。私一部の人、ぜひ来てください来れる方は。急だからさ、発表されたのが今日だからあれかもだけど、時間がもしあって来れればぜひ来てください。時間ってるね、13時から13時になります。ぜひ来れる方は、急だからあれかもだけど、予定ね合わせると変なかもだけど、もし来れる来てください。いざドラえもん、そのクレープ屋さんの、そのドラえもんの声に似てる方が歌えてるクレープ屋さんがあるところ、確かになんか見たことある、それ月曜から夜更かしであのクレープ屋さんね、近く通ったことあるけど行ったことないんだよね、行かないだろうけど26のサイト書いて、でもどんな感じでやるか分かってないんだよな、あんま分かんない、あんまりお渡し会としか知らないサインない。でも確かに私会って言ってるからね。私会。私渡す。なんか私はあれでもうね、あんま分かんないんだよな。そのあんまり分かってどういう感じでやるか。でも確かに3人で渡す難しいもんね。一人に対してランダム。私から握手会ではないね、お渡し会だから別物だと思うけど、ステーカーランドもかメンバーして、いや分かんないんだよな、当日行ってみないと。私服制服レッスン着、私服じゃない？わかんないけど、レッスン着ではないね、多分100多分違うと思うけど、レッスン着は100ないと思うけど、私服だと思うかなと。ラッシュみたく投げて CD を、やばいでしょそれしだしたら壊れるって。衣装だったら衣装ではなさそうだけどね、多分違うと思う。衣装
ぜひ時間ある方は来てください。錦糸町のタワレコと、一緒ラーメン屋さん。あ、そうなんだ。26は無理かな、さすがに。さすがにね、錦糸町でもあんま行ったことないか分かんない。なんで錦糸町、え、分かんない。なんか結構みんなバラバラだよね、いろんな CD ショップ。私は錦糸町分かんない。メンバーの組み合わせとか分かんない。スタッフさんの振り分け。スカイツリー近い、どこだ？関係なくない？なんで？なんで私スカイツリー近いから？禁止。なんで？関係ないでしょ全然。一緒行ったことあるのはあるよ、あるのはあるけどあんまりないね。スカイツリー、スカイツリーは行かないかな。26はスカイツリー行ったことないんだよね。なんかスカイツリー行った、うん、の、なんて、スカイツリーがあるところまでは行ったことあるんだけど、登ったことがない。そう、その町行ったけど、スカイツリー登ってはない。行かなかったな、別に。別になんか、登る場所じゃないか、的なこと話してなって。まあ、別に行っか、ってなって、そう帰った。なんか夜遅かったのもあって別にいっかってなって帰った。そう、夜遅かったのもあるさ。夜に行ってさ、夜ご飯食べに、そのエペのコラボカフェに行って、遅かったのもある。エレベーター苦手。いやー全然ないけど、なんか別に「いっか」ってなって帰った。行った時そこまで思わなかったんだよな。なんかスカイツリー登りたいって2人でなんなかったから、その時に登りかなかった。東京タワー行ったことないですね。お肉とマンゴーどっちが欲しい？お肉とマンゴー。私ね、マンゴーね、あんま食べたことないんだよな。ちょっと何回かあるぐらいしかない。でもお肉いいよね。お肉食べたい。誰と言ったらひなこかな。ひなこ、ひなことエペックスのコラボカフェに行った時、空町でやってて、そこに行って、もうすぐ近くで、空町ってそのさ、スカイツリーなんていうあの施設の中にあるやつじゃん。空町には行ったけどスカイツリーは登ってないですね。南国育ち？大分、いや、そんな南国ちょっと違くない？大分そんなイメージなくない？南国のイメージある？大分私はないわ。
水族館あるのも知ってる。でもね遅くってね、なんかもう閉まってた入場時間みたいな、行った時間が夜だったからね。そうなんですね、行ってないですね。そっか、なんかもうちょっとで入場時間がみたいな、入場時間なんていう、あ締め切りみたいな時間だった気がする。忘れちゃったけど夜行ったの。なんでそんなに、なんかあの大丸東京でやってたさ、衣装の展示やってたじゃん、 AKB のあれを見に行った後に夜ご飯で食べ、夜ご飯でスラムウチエペのコラボカフェ行こうってやって行ってご飯食べた。別に水族館行く気にも行く気もなかったんだよな。その水族館にご飯食べた、ご飯食べて水族館行くつもり全くなかった。別にご飯食べに行っただけなんだよね。水族館に行くつもりで行ってない。スカイツリー登る気でもないし、そのカフェがメインだから、目当てだから。別に他は全然どうでもよかったというか、メインじゃないそっちが。モバイル充電しよう。よいしょ、コード、え、なんで水族館、水族館行ってないよ。行ってない行ってない。水族館行ってないよ。水族館最後に行ったのいつか分かんないレベルで行ってない。最近水族館最後に行ったのいつだろう。小学校低学年とか幼稚園とかそんぐらいかな。行ってないですね。友達とさ水族館行こうってなんなくない？なる？全然なんないんだけど。私の友達と水族館あるよ。いた、そう、海卵に最後に海卵しかない、行ったことあるの。大分にある水族館、海卵に最後に行ったの小学校低学年か幼稚園ぐらい。その人と海卵行こうってなんないんだよな。そのさ大分の水族館ね、海卵がある場所がさすごい絶妙な場所でなんかねすごいね、場所がねちょっと行きづらいんだよな。こうなんていうの、なんか町の中心部にあるとかそういうわけじゃないの。違うの、なんていうの、なんかすごいね、場所的に行きづらいんだよ。見たもん食べ物じゃないよ、水族館の名前かな。なんか卵なんて言ったらいいんだろう、なんかそういう絶妙な場所にある。あ、そう、高崎山の道路挟んで向かい側にあるというか、ね、あるんだけど、そんな感じの場所にあるんだけど、なんだ、なんて言ったらいいか分かんないけどね、なんかね絶妙な場所にあるんだよね。駅のすぐそばとかじゃないの。そう、海卵に行きたいんだったら車で行くか
どこで降りたらいいんだろう。なんかどっか駅近くに駅がないから、駅降りてどっかから出てるバスに乗るかしかない。行ったことないけど、車でしかちっちゃい頃に車でしか行ったことないからわかんないけど、でもそんな感じ。田舎にあるってわけじゃないんだけど、別にね、そこは田ちょっと違うんだけど、田舎っちゃ田舎だけど、なんかちょっと違う。田舎にあるってより、なんていうの、あのなんか周りも何もなくって、そのなんかなんていうの、あそこなんだっけ、あの道路、なんかね、大きい道路があって、なんだっけ、地図で見ないと、あ、すっごい絶妙な場所にあるの。地図これなんていう道路だっけ、ね、ここ、あ、そう、大分と別途をつなぐさ、なんかさ、別大国道ってやつがあって、国道の途中にあるの。なんていう、だから周り何もなくって、ほんとそのなんか国道、その国道があってね、え、何もないの、その途中なんかビーチとかがあったりする、大きいビーチ、田野浦ビーチ、これだぞ、田野浦ビーチ。え、何もないか、これ本当に何もなくって、急に海卵が出てくる、なんていうの、だから大分市ってさ、大分の中で一番栄えてる場所でさ大分の中では都会なのよ、その大分県内だったら栄えてる場所だし、田舎ってわけじゃないんだけど、そこの道路の周辺何もないから、なんかね、すごい行きづらいんだよね、ここの場所って。どうやって行くんだろうな、車以外で行くとき。行ったことないからわかんないけど、でもバスどっか近くの駅で降りていくは大変だから、絶対に駅ないはず、ここら辺、あ、駅どっか近くまで降りて、そっからバスで行く。行ってみたらわかる、マジでちょっと行きづらい場所にある、なんていうの、なんか町の中心部にあるとかじゃない、そういう意味で行きづらいてか結構来てる、え、知らない知らないよ、そこまで。動物園ある、サファリがある、アフリカサファリ、ちょっと違うか、動物園と、でもまあ動物園みたいなもん。車なかったらバス？でも行ったことないか分かんないけど、バスどうやって行くか知らない。湯布院田舎、湯布院そんな、なんていうの、めっちゃ人がいるわけじゃないけど、観光地だからね、休日とか行ったら、土日とか行ったら観光客がいっぱいいるかも。
そう、駅の近く、食べ歩きとかそういうお店がいっぱいあって、そこら辺は結構人いるかな。可愛いお店もいっぱいある。あんま湯布院行ったらね、妹と行ったんだけど、湯布院2人で、なんか私が好きだった、あの前めちゃ前に行った時にあったね、おせんべい屋さんがあったの、村おかきを売ってる、それはねなくなってたなくなっててびっくりした。村おかき食べたかったんだけどなかった。なんかいろいろ食べ物買って買った。なんかそこ美味しいクッキー屋さんとかあって、クッキーいろいろ買ったり、あとはカヌレの店って、カヌレとか、あとミッフィーベーカリーみたいな、なんかミッフィーのパン屋さんがあってね。ミッフィーのパンなんかいろいろ買って帰ったりした。スヌーピーのなんか。カフェみたいなやつもある、行ったことないけど。あとコーヒーと、コーヒーだっけ、エスプレッソとみたいな、コーヒーとエスプレッソとなんちゃらみたいなおしゃれなカフェあるじゃん、全国にあるんだけど、いうふうにもあってびっくりした。初めて知った、なんかおしゃれなカフェ。楽しいよ、ゆふいん食べ歩きが。何があるかな、なんかね、美味しいチーズケーキ売ってるお店があるんだよ。どこだっけ、これだ、ミルヒ、ここめっちゃ有名、大分でチーズケーキの店で、チーズケーキの店、なんかいろんなスイーツ売ってる。でもここのチーズケーキがめちゃくちゃ有名なの。カップに入ってるちっちゃいチーズケーキ。めっちゃ有名で。これね、ケーゼクーヘンってやつ。チーズケーキ。なんか冷たいのとあったかいの選べるのね。お店で。買ったら、買うとき、これ大分空港とかに売ってるけど、大分空港は冷凍の売ってて、冷凍冷たいの、冷凍買わせちゃった、冷凍かな多分。お店で買うときあったかいの見て、あったかいのがおすすめ、これケーゼクーヘン、あったかいの焼きたてみたいな、めっちゃ美味しい、有名ですね、ミルヒ、ミルヒのチーズケーキ、ケーゼクーヘンってやつ、めちゃくちゃ有名なお店。夏に置いていくの、夏暑いかも暑い、言うて変わんないけど、東京とかと気温、行く場所にもよるか、でも暑いかも。
え、ミルヒ原宿にもあるの？え、初めて知った、知らない。湯布院涼しい、湯布院はちょっと涼しいかも。湯布院ってね、山の方にあるから湯布院涼しいかもしれない。夏に行ったことないけど涼しいかも。冬に行った時はね、めちゃくちゃ寒かったの覚えてる、湯布院。めっちゃ寒かった。行った時もちょっと寒かった。1月に、多分1月に行ったんだけど、ちょっと寒かった。ミルヒーのチーズケーキ、ケーゼクーヘンってやつめっちゃ美味しい。あとなんかね、抹茶のやつも売ってるけど食べたことない、そっち。普通の方しか食べたことない。あ、55分ありがとう。抹茶もね、美味しそうなの。美味しそうなんだけど、いつもね普通の方頼んじゃうんだよな、買っちゃう。気になりはするけど、じゃあランキングを読むか。13位からランキング読みます。13位、としのりさん、ありがとうございます。12位、ティンさん、ありがとうございます。11位、ヒンメルさん、ありがとうございます。10位、香港の春マットマーク、京香織さん、ありがとうございます。9位、コペルさん、ありがとうございます。8位、ジョックスノーさん、ありがとうございます。7位、ナオトさん、ありがとうございます。6位、ラスカールさん、ありがとうございます。5位、バトニーさん、ありがとうございます。次、4位、ラモーナさん、ありがとうございます。3位、ニャンホソさん、ありがとうございます。2位、大野高文さん、ありがとうございます。そして1位が風富人さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。明日の配信も今日と同じぐらいの時間でやろうかな。夜にしようかな。あと今日 TikTok 久しぶりに投稿したんで、前撮ったやつだけど、全然今日じゃないけど撮ったの、見てください。なんかずっと下書きに入れてたから投稿した。スタバのメロン飲んだよ。スタバなんかいつだっけな、ちょっと前に、先週飲んだ。先週かな、いつだっけあれ、もうちょっと前かな、覚えてないや。でも飲んだよ、美味しかった。そのさ、果肉のソースがめっちゃ美味しかった、メロンの。スタバ下が飲めそうだよ、ティーだか。え、出てんの、もう何か知らない。ティーな、で、ティーか、紅茶か、紅茶好きじゃない。もう出てるんだ、次の新作の情報、早いな。でもさ、スタバ行かなきゃなんだよね。そのさ、スタバのドリンクのチケットがさ、5月いっぱいのやつがあとね6枚あるんだ。行かなきゃ、スタバ行きたい。6枚あ
と6回行けるスタバにその件で5月いっぱいだから来月までに行かないと。週一、確かにそのぐらいで行けるな。スタバなんか飲めたやついろいろ飲もう。投票したよ、あのキャラクター大使でしょ。今日起きてから投票したすぐ。そうそう時間か。じゃあまた明日も今日と同じぐらいかな、23時台ですると思うので、じゃあまた明日の配信で。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。またね。おやすみ。また明日。おやすみー。